鋼のコテの焼き入れについて少しご説明いたします。まず本焼きのコテ、こちらになりますが、コテの焼き入れの中で一番高度が高く、強度があります。続きまして油焼きのコテ、本焼きより少し高度を低くして粘りを持たせています。本焼きより土台の餅がよく扱いやすくなっております。これが、油焼きの仕上げごて、角ごて、中塗りごてとなっています。続いて、半焼きのコテ、鋼のコテの中で一番高度が低いのですが、土台の餅がよく粘りが強くなっています。塗り付けなど、厚塗りの作業に適しています。これであとステンレスですね。ステンレスのコテは、見た目は本焼きのコテによく似ているのですが、鋼に錆びにくい材料を入れています。石膏や樹脂系の錆を嫌う材料に向いています。でコテの色なんですけど、基本的に鋼を焼き入れるとこういう真っ黒な状態になるのですが、これを、研磨で磨いて、本焼きは白、半焼きは青、油焼きは黄色という形で色をつけていっています。